白猫テニスキャラ当てお絵かきクイズ。やりします。服装縛り。ああじゃあやりますか服装縛り。いや意外とわかるっていう。それな。むしろわかる。じゃあ本当。はい。じゃあ行きましょう。はい。点数も初めから。はい。スタートだと。服装縛りから。からですね。結構何体かいるじゃん同じキャラが。ああ。そうって難しいよな。はい。違う一応なんか顔を描く余力とかもあった方がいいかも、うん、最後の最後に、まあまあまあ俺はもうこれで当てさせる自信があるので。おお。かっこいいですね。さっき最下位やったけど。あちなみに制服じゃありません。あじゃないんか。あ違うんだ。これ待ってちょっと画像が荒くてちょっとよくわかんねえんだけど。あ昔ほんなプリムラか。それそのセリフで前やってたらさっきラケットその構え方はなんか特徴的、はい、そうこれでわかると思う。でもこっから足が見えちゃってますよと。はい。あーなんかわかる。いや知ってんな。すごいわかる。内股ちょっと内股ですね。いやわかる。女の子タコさんウィンナースカート知ってるわ。髪の毛にこれがついてます。あーわかりました。はい、かったくっそ髪飾り大事。うん確かにな。いやこれ難しいな。これあれたら胸のとこじゃない。そうですね。これはというかさもうこんな判断要素ねえよなはっきり言って。はっきり言ってもう体格見るまでだよな。体格見てからそんなにメジャーなキャラではないかな。へえー。うん？それなんだ。やっぱ腕描いてる。ああ今ああこの格好ね。はいはいはい、はい、上に手上げて。上げてる。うん。うん。なんだこれ。すげえ人差し指だけ投げな。いや。俺メルクリオ得意なんだよ。メルクリオ俺メルクリオ得意なんだよ。マジか。これすぐ分かるかも。なんだこれ。あ手出てきた。はい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 。黒い黒。これめっちゃヒントちゃうの。あそうだよな。黒いやつなんてあれしかいねえよ。ガルガちゃうかった。ガルガ左手だもんな。左手だもんな。確かにこういういかついのついとった気が。あマイクや。マイク持ってる。確かに黒いな。ですか。なんでこれ黒いんだ。アイドルのリリカとかってこと。なんだこれ。えなんで黒いの。いや本当。あ本当だ。色がついてる。それとも黒。本当黒っす、ね、黒か。いやアピスじゃねえよな明らかに。うん。固定概念にとらわれてダメっすよ。何固定概念って。何そのクリスマスのコスメみたいな服。そうだよね。クリスマスだよなこれ。クリスマスやったら誰おったっけ。ミューエっぽくないな。リリカなんだこれ。うん、だってそんな黒人いたっけ白猫テニスに。エディじゃないでしょ。いや固定概念にとらわれちゃダメなんですってこれ。固定概念ってなんだ。これ手と思っちゃいけないですよ。なるほど。意味わかんない。意味わかんないけど 5本指出てるけどな。ええ、トラップじゃん。わかりづらくしてんじゃん。何それ何ガチで。いや手だけど手じゃないんですよ。手だけど手じゃない。いや思い出してきた。わかんねえな。なんか分かった気がするけどわかんねえわ。痛いような気持ちなくはない。そんななんか。ジークじゃないよね。髪がジークっぽくないですかこれ。あジークおー。手じゃない。手じゃない。これ手袋っすよ。手袋。ああそういう手じゃん。手だけど手じゃないってそういうことなんですよ。なるほどね。引っ掛けだよな。ちょっと今のは。ちょっと意地悪だよね。ええー、そう。そう。で、行きます。はい。はい、でどこ？ん？なんかカッパのこうなんか。ねえ、ほんまに。皿みたいな。お皿に見えたんだよな。カッパのお皿。見ませんよ。首元がなんかファサファサなのか。ラケット。ラケットが杖みたいに持ってるのか。普通にまっすぐか。で、左利き。あ、なるほどね。あ、それめっちゃヒントやな。うん。ルカぐらいしか左利き。これ分かれへんけど。やってないのか白手に。ルカしか覚えてない。これ絶対分かんないと思うんだけど。マジっすか。え、でも特徴的ちょっとすごい特徴的ではある。カートカートだね、うん、あ、待ってこの手が一番特徴的だったわ。これね、なんかブローチ的な。で、ここに胸があって、で、手をこうやって顔の前に添えてる的な。あー、顔の前に添えてる。なんかちっちゃいお花みたいな柄が。これ絶対わかんねえわ。いや、難しいな。これ絶対わかんねえわ。顔、顔お願いします。でもセンター分けっぽい感じ。え、顔でかく、なんか体から先かくってことほなくない、まあ、
あ、このなんかお花の中から首出てくるんやと思ったらなんかつけてる感じなんや。そう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 。で、なんか髪型わかりやすいな、こんな感じ。うわあ、わかりそうやんけど。なんか、ああ、わかりました。わかりました。わかりました。そのポーズも確かにそうだ。そんなポーズしてますね。これ誰？こんな感じ。ああ、ほんまや。うん、すごい。それはすごい。確かにこんなんだった。こんなんだよね。うん。体縛りこれ大丈夫か動画的にダメじゃないかこれ、せめて顔縛りでかかったんじゃねえか。どうだ筋肉、これ俺も思った、分かった、えこれで、あー分かっただよな、どう。いやー確かに、うん、阿久津だ、腕巻きやったんだ、阿久津ぐらいしかいねえわ。どれですかこれ、ブレスじゃない。で手がこう腰についてる感じか、うん、足組んでんね、あなるほど、足ホース美脚だね、右足えらいことになってるけど。ふくらはぎが鍛えたんじゃね、ふくらはぎだけ。なんか見たことあるよね、でもいやありますねこれ、靴下、ん、それはバンド系なのか靴下なのか、靴下じゃねえかな、うん、これマジだ、なんか多いなこういうの、かるわけなくね。違うか、この足の組み方でわかんないですかこれ、なんかあったなぁ、そんな、うわ、ますますノアに見えてくるけど、でノアだよね、確かに、あー同じポーズしますね、確かにノアっぽいけど、あもうそれ完成か、ほとんど分かったかもしれん、うわ分かりそうやねんけどな、おー、あー本当だ、かすみじゃん。よかったよかった、そうだ、やっぱこの分野モニオさん得意やわ、点数が。これ分かりやすいよ、すげえ分かりやすい、おお。服だけで分かる絶対、何それ尻尾、いやまた上に手を挙げて、はい、うーん、もう分かるよ、マジっすか、なんか中に何か書いてる、何それ、あ腹筋出てる、あ、ん、腹筋じゃない、あ、普通に腹筋じゃない、腹筋じゃないんすかそれ、完全に倒された、なあからの。いやもうこれしか書けん俺も、あーそれ、あ、そのポーズ、あ、そういうことか、誰だそれ、ポーズ分かったの、これっすよね、これ頭、そうそう、頭のあたり、あー頭じゃないとむずいわそれ。なるほどね、そうや、コラボもあること考えなあかんねんな、むじいわ、なるほどね、これ小物だな、スペッキみたいなやってたな、腕かこれ、やってたな、あロボ系だよこれ絶対。ゼロじゃねえのこれ、何これ、あー分かりました、マジこれっすよ、よえ違うんだ、なんか歴戦ないでくれよ、歴戦ゲオルグなんかこんな感じのポーズだったような、なんか見たことある気がすんな、結構真面目に、うーん、いやー全然ピンとこないっすね、なんだろう、コラボだろ、このゲームコラボばっかだからさ。いやちなみにコラボではないっすね、え違うか、確かにガトリンに見えんこともない、その足の感じがヒントか、でも俺青しか書くとこないな。むずいな、全然わかんないわこれ。青行きましょう。青行きましょう。青行ったらすぐわかる。いや、どうなんやろ。でもめっちゃ口変した。本当似てないな。わかったかもしれん。マジっすか。嘘かもしれん。なんだろう。違った。違った。これこそプリムラじゃねえの。え、これ。マントでいいんすか、それとも髪の毛ですかこれ、マント、マント、マント、あの初めの方に書いてたやつはマント、あー分かった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 、マジこれですね、正月ソアラ、うおーすごっ、嘘だその髪の毛で分かった、前に手を組んでる、サイバーオルタ、違うかった、ラケット横に持ってるんか、違うな、これ昨日おらんかったな、おったか、なんか見たことあんなこいつ、これわかんないですかね、だな、いやなんかわかりそう、正直わかりそうだけど。体はこんなもんすかね、そうか、行きましょうか上、うん、行きますか、わかんないでしょ、わかんないですね、おお。分かった、うん、え、早っ、え、あれ、え、普通に俺じゃないの、さっきからやってたじゃないの、違うじゃん。え、俺も一瞬ミーヤに見えてくる、なんかこんな服なくないですか、ダメかもしれん、ダメこれ、わかったわかったわかった、マジでわかった、あ、わかりますか、コラボだよね、そうですね、おお。あーそれちょっとむずいな、この髪の毛の星がヒントなんですけど、そう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 、昨日書いた俺。あーこれやべえ、クソ簡単、お、クソ簡単、腕組んでる、腕組んでる、腕を組む、体だけかくって
ムズズギンカ、こうね色が特徴的なんだけど、あーなんかすごい見た覚えがあるな。あーえ、なに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 、なにに、あーってなってはい、ジョイあジョイでわかりやすわかんねえよ。わかんねえよな。そんな、あ、これは結構ポーズが特徴があるかもしんない。足みたいな、ちょっとこれ腕です。服装でだいぶわかりやすいかも。おお、リボン、ハイパン、 えそういうこと、あーどうってことは違うな、多分足ふっと好きやな。いいのがすごい夏の格好、絶対水着だよなこれ、うん、水着っすね。水着、他にいくらでも答えるよ、これ。あ、ラム、ラム、確かに確かにラムだわ。うん、めちゃめちゃラムだ。なるほどね、確かにポーズもそうだ。そう、はい、みたいな感じが来た来た来た。あ、待って、ミスミスだ。あ、ルースじゃないプリモルズになってマジかよ。わかるって、俺もうプリムラは来たらわかる。クソむずいわ。メガネなわけないな。なんだそれ。胸です、これ。胸？あ、これか。貝殻つけてる。これも夏だ。いや、夏じゃない。夏じゃない。これ貝殻じゃないからクソわかりづらいかもしれん。誰だ？ん？え、けど、うん、アンチはわかるかもしれん。あー、なんか。なんか鎧みたいなの着てる。あー。まあまあ、ぽいぽいぽいっちゃぽい。でも鎧じゃないね、普通にスカートでもある。いやでも、わかるかもしれん、これ。いや、これはでも結構当てたいんすけどね。わかるかもしれん。格好が参考になんないからな、これ。で、衣装だけね。襟。そんな、胸んとこそんなで襟ついてる服。ポーズでわかるかも、なんだろう。ポーズね、待機画面じゃないよ。最初のさ、一番最初の、初めて着上がった時に出る参考画像みたいな。これ手ね、クソ下手くそになっちゃったけど。わかんねえな、わかりそうやねんけどな。いや、格好がわかんねえからな、これ。あ、飛び立つみたいな、火をかける少女みたいなポーズしてるけど、あ、え、なんかついてる。お、これですか。あ、違う。あー、確かにぽいね、めちゃめちゃぽいね。タイムショックの時の画像だよね。ちょっと待って、これ足バランス悪い。いや、これかな、これで顔をお願いします。つけ出すってクソむずいよね。ああー、もうわかった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 、わかりました。なんでなんでなんで。え、そのポーズはなんか見た覚えがあるんですよ、自分画像検索の時に。違ったらどうする。違ったらなんか罰ゲーム。おー、やった。いやこれ絶対当たってますよこれ。マジ。はい、いきます。はい、よっ。おー、何エクセスかこれ。初期エクセス。初期だね。初期。わかんねえ。おー、なんでわかんねえ。めっちゃ見覚えがあった。すげえな。わあ、これ服装どうなんやろ。これ高い、やっぱ体。いや、ほんと体すごいっすよ。靴じゃねえの、またこれ。また靴だろこれ。あ、でもなんかマークが。あ、おお、うん、かっこいいね、かっこいいね、かっこいい感じ。下男だね。え、それあれかな。お、これですか。あ、違うな。ゴジータみたいじゃない。確かに、確かに。え、ゴジータじゃん。金、あ、分かったかもしれん。あ、違う。あ、確かに赤の王冠は。でもこの黒い腕の模様みたいな。コラボだろこれ、どうせ。あー、バン。あ、バン、確かに。こんなん。え、コラボでしょこれ。指輪なんかつけてる。黒いのだよ、絶対ピントだよな。なんかコラボ帯みたいな。いや、違います。違うのか。普通に白猫のキャラっすね。腹筋見せてるやつなんている。なんかすごい赤の王に見えてきた。なるほどね。いや、闇の王子じゃないな、絶対に。じゃないっすね。男キャラ考えればよくね。なんて男キャラ考えれば白猫。男キャラ、の腹筋出してる。男キャラが思いつかない。いたっけ、白って見る男キャラ。来てなくね、男キャラ最近全く。そうですね、久しぶりに明日。あーとか、あ、うん、今日か、日付的には。というかもう動画出す頃には結構前になってる。これなんだ、男キャラ描いとくか。顔いきます。あの前に結構特徴的な画家忘れてた。あ、わかった。え、名前がつかない、待って。これちょっと下手だよな、今の。いや、名前が出てこない。あれだよ。え、なんだろう、あのマッチのやつ、トライドルだよ。あ、そうです、そうです。
あーちょっと待って、名前が出てこない。なんでだよ。あー、ね、あもう言っちゃいますよじゃあ。行きよ。行きますよ、ね。なんだっけ。はい、そうだ。絶対思いつかなかった。あー。2点入った。よしよしよし、関係ない関係ない。いやでも点差がすごいな。いやほんと。うわーこれ多分まともに見た人少ないだろうな。まともに見た人少ない。アペル自身しかない。アペル自身しかないんすか。マイナーキャラでしょ。マイナーキャラなんだそれ。で手を内側に集めてるポーズ。そうだね。いやこれなんか力こぶ結構あるけど、力こぶじゃないこれ。結構三頭も鍛えてるぐらいの太さになってるけど、なんか上手いけどね、うん、なんかめっちゃ上手いけどね。あめっちゃロングスカートやな。あそういうこと。あじゃないんすか。えこれ何。なんかめっちゃいい。こんな名前だっけ。魔導さく、どれっすかそれ。魔導さくら。ヘイトでいなかったっけ。あーなるほどね。そんな名前やったんか。来てたような気がするんだけど。来てましたね。なんだこれ。ウニなんだこれ。うん。え、コラボ？それとも常駐？コラボっすね。コラボか。コラボでまともの見たことない。ちょっと待った。やっぱライダーしかねえよな、コラボでまともに見たことないやつなんて。いや、ほんと。一番見ねえ。なんだこれ。え、まだお桜じゃねえのこれ。惜しいんすよね、それが。惜しい。名前間違ってるってこと？めちゃくちゃ惜しい。そうじゃない。名前間違ってるってこと？さくら惜しいかもな。わかんねえ。魔導じゃねえのか。全然わかんねえな。何さくら、これシンプルにわかんなくない。わかんない。名前がシンプルにわかんねえから。じゃあ頭文字言った方がいいですか。はい。うん。魔です。魔かい。魔導じゃねえの。魔漢字もわかんねえな。はい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 。魔導でした。魔導知らんわ。やると。はい。むずいな。これクソむずいよ。クソむずいっすか。うん、答えのがクソむずいかもしんない。いやー、一番困るやつ、コラボだな。いや、コラボではない。ではないっすか。やのにフル。名前が難しいってなんだ。このゲームの使用上だね。むず、どういうことや。このゲームというかこれか。あ、ピクトセンスの。ピクトセンスの使用上難しい。あヒントになっちゃった。でもわかんない。どういうことだ。これ何書いてんか自分でもわかんないんだけど。どこっすかこれ。これどこ、これどこ。これなんだろう。え、わかる。あー、わかりました。え、わかる。服だってわかっただけでしょ。いや、ほんと。はい。え、なんか当たってる。クライブなんかこんな感じのなんかつけてた気がする。女の子に見えてたわ。いやこれは分かりやすかったな。ええな。それはパない。クソ低いや。クソ低いや一人。ほぼやん。こっから挽回やばいな。厳しいな。うん、うん、絵だね。そうです、うん、ああ分かりました。これでやばすぎ。あこれっすよね。え違うんだ。アトベ、アトベこんな感じのポーズだったよな。嘘よくないよね。分かってるやつに知りましたっていうの。ねえ。よくない。悪い癖だよ、それ。さっきからだよね。ほんと、何回かそれで詐欺られてる。そのポーズ絶対アトベなんだよな。待って、なんか見たことある、確かに。確かに、アトベ。すげえ見たことある。これすげえ見たことあるんだけど。これ絶対テニプリだよな。ですです。絶対テニプリだよね。あー。わかる。まだ知ってる詐欺。まだまだだ、ね。あ、ロッテンじゃん。メインキャラでした。俺見たはずなんだけどな。俺その画像見たわ多分最近。見ました。その画像俺サムネに使った気がするんだけど。最近のね。あ？な何？なんだなんだ。どうな。普通にドレスだドレス。ああ、なるほどね。わかるね。これ何を書いてんの。いや本当ダニそれ。あリーダー。ええー、マジか。あ。え何がリーダーなの。マジか。えなんか肩のなんか乗ってるやつが。うん。開口リーダーだ。そう。乗ってたっけこんな。なんか。あの固定で分かってほしいわ。なー。まずこれなんだ。そうそうマジで。でもこの。ああ、わかりました。え、アイシャじゃないんか。え、違うんだ。間違った。時間差で。アイシャじゃないんか。めちゃくちゃアイシャっぽかった。の、確かに。ア
会社っぽいってことはよね。メイクロゴじゃないんか。なんかそんな感じの手やったけど。確かに。なんだそれ。アイシャと言えばが分かんないな。え、ジュダじゃない。ジュダじゃないもんな。アイシャと言えばジュダだけど。ジュダじゃない。あ、そうな。やん、ジュダ書いとこう。え、でもジュダじゃない。え、ジュダなの。答えればよかった。マジか。え、ジュダこんな格好だっけ。何これ、光線ジュダっすか。あの、光線の方。え、こんなんだっけ。あー、確かにそんなやっぱ光線でもない。答えればよかった。マジか。すごいジュダっぽくなかったんだけど。マジか。なあ、俺も初めその模様を見てジュダっぽいかなって一瞬思ったけど、フード見慣れちゃってんだよ。おー、リボン。あー、なんかそれでなんとなく、あー、そのリボンはあのシリーズか。全然答えられてる気しないんだけど、点数高いから。当てられる可能、当てられる速度が速いとか。ああ、分かった。名前が出てこない。いやけどあれだ、名前が出てこねえ。ああ、正解。ああ、雪の下。ああ。はい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 。多分本人じゃない方が伝わるんだよな。何本人、ああ、横におるやつとかってこと。ってことは、コルネとか、あと誰や。もう忘れたな、他にそういう子。リリカスみたいな格好してんだわ。いや、ほんと。いやけど、いないもんね、サポートとかそういうの。何これ。書かない方がわかる。いきなりボーンって手出てきた。ああ、違う。めっちゃ手広げてんの。ミーアってこんな感じじゃなかったっけ。確かに広げてる感じはあるかも。あって思ってんじゃん。コンボに変わった。なんだこれ。じゃあこれ本人以外も書いていいですか。いいよ。うん。これはちょっと早押しやな。あー、待って、わかった。ちょ、誰やこれ。ななんか、あ、待って。待って待って。知ってる知ってる知ってる。マジ。そうそう。あ、それだ。セスパーさん。ますね、なるほどね、うん、確かに。あー、マジこれ来るか、これ来るか、レイン。ちょ先手必勝、大事よこういうの。残り秒数そのまま入るから。めちゃくちゃマイナーキャラだよ。え、マジか。マイナーキャラ流行ったことないかもしれない。えー、そんなに。おお、結構豪華なドレス。え、でもベアトリスは流行ったしの、ね、一応書いとくけど、うん、多分違う。結構古いキャラだね。古いそんな子おったかな。で、これ待って、すげえ特徴的なの書いてなかった。いや、めっちゃ特徴的や。何やそれ。うわ、それはめっちゃ特徴的っすね。オスクロールは流行ったしな、絶対ちゃうな。こんなんじゃないな。今日ね、名前出てきた。出てきました。俺が挙げた。え、めちゃくちゃピークに見えるんですけど、違うんですか。あ、確かに見えるね。何その後ろのやつ。髪型でわかるかもしれん。すげえ、そのまんま。長え。おお。ああ。まだわかんねえ。何これ。確かに流行ったことないかもしれない。これ普通にめちゃめちゃまんま。本当に、あ、言ってた。めちゃめちゃまんま。確かにこんな。そんなん背中から生えてるんしな。これはもう簡単だな。マジ。簡単。はい。あれ、そんな簡単じゃないかも。ちっちゃいからさ。幼稚園児じゃん。ああ。あれしかないじゃん。これしかないじゃん。そう。ああ、なるほど。なるほど。確かにポップコだわ。ポップコ懐かしいな。あ、腹筋出てるのか、じゃないんか。ああ。中に服着てんな。おお、マジか。すごい。わかったんだ。お、こいつね。お、反応がいい。それは、それはレインじゃないな。流行ったことはあるよ。流行ったことはある。おー。今は見る限りない。ない。ない。いきなり大ヒントいきます。はい。ひよこみたいなのいる。俺知らなかった。どこに？これ首。こっから上首。もう多すぎてどこ書いてるか分かんなくなるぐらい。ん？いやでも結構有名なキャラって有名なキャラだね。根強い人気がある。根強い人気。ほぼ流行ったこともないけど、流行ったことはある。新規のタイミングとかで。あ、なんかその持ち方分かったかもしれない。この持ち方、どこにガットあるんですか？なんか2種類ぐらいいるのよ。これ、手で持ってんの。おぉ、そう。なるほど。え、どうあの丸い格子状のやつはどこに？え、あの、一番先端が見えてんの。こっちに向けて。あ、うん、持ち方が。向き的にか。あ、なるほど、なるほど。棒じゃないのか。そう、うん、理解した。髪型描けば一瞬だけどね、東郷なんて。そうですね、ニッチェみたいな。懐かしい、ニッチェ。これは結構楽かもしんない。なんか見たことあんな、この
これ見たことあんな。あ、いや分からん。分からんのかい。あって言ったのに。全く分かってない。あ、当たった。うわ、騙し作戦してる。え、これ写真ある？いや普通の春ですね。初期春。春。本当に分かってる。こんなんだっけ。普通に分かってて今俺。誰だ？あ、春じゃないんか、新春春にさっき出たやっけ。さすがに同じ二連はないか。これでしょ。あ、待って、あれじゃない？エレノーじゃない。あー待って、マール。あ、エレノーもうない。これ名前が出てこない。うわ、今がチャンスや。なんだこれ、でかいな羽。あれだよ、なんで名前が出てこねえんだよ。結構使ってたんだよな俺。エリア場が広いっしょ。確かにそうっすね。いや出てこねえ名前が。いやマジ名前出てこない。あのね、結城葵なんだよ。むずいよ、そういう。マジ出てこない。どうやって言ってばいいんだっけ。あれ、あ、ブーが入ってる。ちょっと待って、ブーが入ってるグラスの。あー、あ、シレビア、ほんまや。これラストラウンドや。あ、10ラウンドのラストか。おお。来たわ、これ、分かるやついるかな。え、むずいんか。めちゃめちゃ分かりやすい衣装で、そ、ああ、髪が…爆戦愛車、違うのか。こいつの格好を見てるやつがいいのか知らねえわ、まず。んー、まあ、ファラじゃない。あー、わかった。あもうもう、確かに、あー確かに髪の毛偉大やな。めちゃくちゃフェイトキャラ来るじゃん。確かにガンマでしょこれ、チャイナってでしょ。あー思った。あー、レインか、初期レインか。あー思ったんだよ、すげえ、すげえ、ぽいって。それはすげえ、すげえな。いやー、この人もチャームポイント書いちゃうと分かっちゃうな。チャームってことは、なんや、羽とか、あとなんやろ。なにこれ。カメハメハグ落としてる。え、ハグしてるやん。なにその持ち方。そんな持ち方してるやついる。あ、待って、見たことあるこれ。誰がやってたか覚えてない。男だよね、女じゃないと思う。男。え、これ今体完成。え、コラボじゃないかこれ。男。そんな。絶対男だよって言ったんだ。だよな、マジか。あー、まあ男のハートは。なるほど。マジか、まあ、跳ね返ったら素材が分かっちゃうかなと思ったけど。だよな。おお、体クイズだ。なんで俺ら体縛りやっちゃったの。絶対顔縛りじゃなかったやるべきは。すげえさ、答えるまでに時間かかって。めちゃめちゃ長くない？3倍ぐらいかかった。確かに。